どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京ぐるりインボークガシャに新しいのが来てますね。恐れる最前線ウイコーリということで、いやー欲しかったキャラの一人なんですけど、ちょっと出てくるペースが早いと最近ガシャの動画が本当に出すペースが早いんですよ。ちょっとね、もっと石貯めた。こいつさ欲しい、いや、重ねたいんだよね、氷さん。氷さん好きなんですよ。重ねたいんだけど、すまん、ちょっと、給料日前でもないけど、ちょっと今、厳しいから、とりあえずスキル見ようか。スキルどうやって見るんだっけ？これだ。学んだ。こっからスキルを見れることを学んだぞ。早い。早くない？もうちょい早く、まあいいや、まれに大混乱か。ちょっとキャラ 3D で見てみようか。まあでも SR と変わんないでしょ。うん、それこれあれだね、カネキのスキル吹っ飛ばした時のああっていうのがあれだね、入ってるんだね。なるほど。よし、じゃあ単発でいこうか。ぜひとも当てたい。ピックアップ10回いきましょう。まあガシャ引いてきてね、ピックアップが出たことは、もう最初、もういつから出てないんだろうな、ピックアップ引き当て、もう今回こそは出てほしい。頼むぜ。ほんとお願いしますよ。SSR ほんと増えたな。今何種類ぐらいいるんだろうか。SR。こっから確変とか、おほうじさん。ほうじさんの下の名前って何これ、なんて読むの、こうすけって読むのこれ。こうすけくんっぽい顔してるけど、こうすけって読むのかな。欲しいな、ういさんな。渋い。んー、渋い。いや、まあ、白黒の誕生日でね、黒も引きたかったんだけども、ああやっぱり氷さんの方が欲しいな。あれもね、もう課金しようか迷ったんだよな、白黒も一瞬。ちょっと性能見ちゃった。性能でちょっと判断しちゃったところあるけど。これ SR か？いや、SR だな、これ多分。うん。性能でね、ちょっと判断しちゃったとこあるんだよね。そういうのじゃないじゃん。性能で判断しだしたら終わりだなって思いますね。あ、またか。まあ、多分強化の書とか売れば、まあ、レアは売るか。これでね、間違えて月山を、あ、言ったっけな、前回。言ったな。間違えて月山を売ってな。売ってしまっての。あと4回。これ SR。あ、SR ばっか。SSR。3%。3% からの 1%、3% からの3分の1だったっけ今は。今はそうなんだっけ。あと2回っすね。なかなか厳しい。厳しいな。最近では本当、ピックアップが当たったっていう報告すらほとんど見ないからな。ラスト、お願いします。はい。というわけで、ウイさんはね、残念ながら引き当てられませんでした。僕はピックアップ10連でピックアップを引ける日は次いつ来るのだろうか。本当に。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。